人はなぜ老化したり病気になるのだろう分子レベルではがんだけでなく感染症以外の身体的な病気精神的な病気のもとが活性酸素であるとさえ言われていますそのため近年特にこの活性酸素を抑制することが健康法として注目されておりさまざまな方法が世の中に出回っています酵素やビタミンなどが一般的には知られていますが 有機ゲルマニウムに特有の健康効果の大きな要素がこの活性酸素の除去です。今回の動画では1活性酸素や酸素の基本的な働きについてご紹介し2活性酸素除去のために日常的に取り入れたいものは何か3有機ゲルマニウムの抗酸化作用は他の抗酸化物質とどう違うかという順番でご紹介していきたいと思います敵の正体を知る活性酸素とは 活性酸素を語るにはまず大元の酸素について考えなければいけません酸素がなければ我々人間は数分しか生きていけません酸素は生命にとってなくてはならない最大の条件であり命の火を燃やす恵みの期待です地球が誕生して46億年地球が生まれた時は大気中の酸素濃度は現在の1万分の1しかありませんでしたそして27億年前に酸素が初めて発生しました 酸素の発生と酸素呼吸の開始は地球生命史の中でも大革命で酸素呼吸というのは原始的な発光によってエネルギーを得るシステムと比べると効率は19倍で地球に酸素が増えるにしたがって生物がどっと増えていきました生命が酸素を利用し始めたのは人類が石油を利用し始めたようなもので石油を燃やすことで莫大なエネルギーを手に入れる一方で排気ガスで健康を損ねることにもなりました そのの排気ガスが生命にとっての活性酸素です酸素が体にもたらす害はよくサビに例えられますシミやそばかすや日焼けは紫外線によって活性酸素が発生し細胞が酸化された名残ですシワは活性酸素によってコラーゲン繊維が酸化されて弾力を失った結果だと考えられていますそれだけでなく DNA を傷つけがんやあらゆる病気の原因にもなりますもう一つ 活性酸素は脳神経、ニューロンを犯しますアルツハイマー病のほかにパーキンソン病脳梗塞転換分裂病ダウン症候群など脳神経系の多くの病気が活性酸素と関係することが分かっています体にも脳にもダメージを与えるこれだと活性酸素は悪いことばかりのように感じますが免疫もこの酸素の毒性を利用しておりマクロファージや口中球などの白血球は 体内に侵入してきた病原体に武器の一つとして活性酸素を吹きつけるということもしていますそしてこの活性酸素については体内でちゃんと対抗策もありそれが抗酸化物質と呼ばれるものです抗酸化物質には3つの働きがあります1活性酸素の発生を抑える2発生した活性酸素を捉えて活性を抑制する3活性酸素によってダメージを受けた箇所の修復 抗酸化物質は歴史的にも日常的に取られてきましたイタリア人は酸化されにくいオリーブオイルを多用しフランス人は抗酸化作用のあるポリフェノールを含んだワインを飲みます日本人もポリフェノールの一種であるカテキンの入ったお茶を飲む文化があります人間が自然な環境で人の手がかかった加工食品ではなく加工度の低い自然な食物を食べていれば大体活性酸素と抗酸化物質のバランスは取れます 孫はは優しいといいとうのは聞いたことがあるでしょうか。このような昔から日本人が食べてきたものを食べるのが理想的ですただ現代社会はスナック菓子やインスタントラーメンなど体に負荷が多い過酸化脂質を多く取りそれを分解する過程で大量に活性酸素が発生していますそのため意図的に抗酸化物質を摂らなければいけないしサプリメントなども必要な場合もあるでしょうビタミン C やビタミン E は抗酸化作用が強いと言われています これらの抗酸化物質は電子を素早く放出し活性酸素を黙らせます有機ゲルマニウムも同じように電子を素早く放出して活性酸素を除去します有機ゲルマニウムと同じように自流電子をたくさん持っている鉄や銅は大量に飲むと中毒を起こしますアンチエイジングに流行っているビタミン C も取りすぎても水溶性だから余分な分は外に出ると言われていますが過剰摂取は腎臓に結石を作ることになるため 一方有機ゲルマニウムはいくら大量に飲んでも全く害にはならず電子をさーっと振りまいて2日も経てば体内から跡形もなく消えてしまいます活性酸素除去の効果だけでなく安全だからこそあらゆる病気の予防としても上院することができるのです。